松山公平は中央競馬立東トレーニングセンターに所属する騎手。兵庫県神戸市出身。小学4年生の頃に競馬好きだった父と祖父に地元の阪神競馬場に連れて行ってもらったのがきっかけで競馬に興味を持つようになる。阪神競馬場内にある乗馬センターで乗馬を学び、2006年4月に JRA 競馬学校騎手課程第25期生として入学。 2009年2月に、競馬学校を卒業式試免許を取得する。同期には、小野寺祐太、国武京介、国武祐作、丸山元気がいる。卒業協乱模擬レースでは、グランプリペガサスに起乗し勝利した。目標とする騎手は、福永祐一と池添健一。2009年3月1日、小倉競馬場、第1レースで5番人気、富剣プライマリに起乗し、 19歳の誕生日に、初起場、初勝利を挙げた。初起場、初勝利は、内田博之以来44人目で、競馬学校卒業生では、藤岡交代以来8人目。また、第9レースでは、ニューロザリオで2勝目を挙げた。デビュー日の2勝は、福永祐一以来13年ぶり史上2人目。8月2日、小倉記念でアンノルーチェに起場したのが、 重賞初騎乗だった。8月23日には、マストビートルーに騎乗して、オープン特別競争の小倉日系オープンに勝利。特別競争初勝利を果たした。同年は、計36勝を挙げ、JRA 賞最多勝利新人騎手と、中央競馬関西放送記者クラブ賞を受賞した。二0 1年七月十八日に、シンガポール、クランジ競馬場で実施された、 国際ミナライキッシュ招待シリーズ、アジアヤングガンズチャレンジ2012、中央競馬代表として、名古屋競馬所属の坂野学と共に、出場のため遠征。7月16日第8競争クラース4、一般戦で、高岡秀幸旧車所属のメイクアリターンに起乗し、日本国外の競馬で、初起乗。アジアヤングガンズチャレンジでは、全3戦で9着、7着。 5着で10人中総合9位だった。8月11日、その打競馬場で条件クラスの交流競争に起乗するとともに、修行のためとして岩田厚生を介して当日の平場競争3案に起乗した。関東では松岡正尚平、JRA の若手騎手が南関東で何度もエキストラ起乗をしているが、そのだ馬場では元兵庫県競馬所属の小牧、 岩田、赤木を除くと初めて。2011年1月17日高知競馬場で行われた第25回全日本新人王総派戦に出場し、第1戦で6着、第2戦で2着となり、総合3位。2012年3月4日、改装された中京競馬場での最初の重賞となった第48回中日新聞杯をスマートギアで勝利し、 重傷発生派となった。また、同年には、デビュー年から乗り続けていたドリームバレンチノで、函館スプリントステークスを制し、さらに同馬に起乗した、スプリンターズステークスで3着に入った。最終的に、2012年はデビューからの3年間の、勝利数に迫る74勝を挙げ、関西リーディング7位に入り、第6回中央競馬機種年間ホープ賞に選出されるなど、 松山にとって、躍進の年となった。2015年、JBC スプリントをコーリンベリーで制し、GI 初勝利。2017年4月16日、第77改札期賞を、単勝9番人気のアルアインで制し、38回目の挑戦にして、念願の中央 GI 初勝利を飾る。平成生まれ初の G1 ジョッキーとなった。2020年4月12日、 第80回大歌賞では、単勝二番人気デアリングタクトに起乗し、レースは宇宙のぬかるんだ重たい馬場にもかかわらず、直線大外一機の末足で逃げるレシステンシアを捉えて一着、自身二つ目の GI 勝利を挙げた。続く二冠目の第81回優秀品馬では、単勝1.6倍の一番人気に押され、直線進路がことごとく塞がれるといった厳しい流れを、 一瞬の末足で差し切り一着、ン馬クラシック二冠を制した。10月18日、三冠目の第25回集歌賞は、単勝1.4倍の一番人気に押され、道中中段待機から直線向いて、外に持ち出しあっさり抜け出す競馬で、JRA 史上初となる無敗でのン馬三冠制覇を成し遂げた。また、この集歌賞勝利で99勝目を挙げた次の、 第12レースでも勝利し、三冠達成の直後に、自身初となる JRA 年間100勝を達成した。ふとじは GI 競争。ありがとうございます。